おはようございます。着きました。おめでとうございます。まだ11月です。今日とうとう行くんですか。気づいちゃったの。西陣とうとう。あれ、なんすかこれ。これ行ってる散髪屋さんがあまりに客がいないから、トートバッグ作って客を寄せようっていう。もしこれが欲しい方はね、ジルまで。西陣のジル。ジル、西陣ジルです。極み屋の下です。もうやばいですねって言って。潰れる。この番組は、知らない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために、日本全国どこへでも全力で旅をして、期待に応えようと宿泊していますので、笑ってくだされば幸いです。あ、そうだ。昨日1時ぐらいに帰ったら、ゴリさんの奥さんのともちゃんがちょうど同じマンション住んでて、家帰った瞬間にマンションからバッと出てきて、あ、ともちゃんっつって、えら遅いけどつって、どこ行くのってコンビニ。あれ、あー、ムカつく。あー、ムカつく。どうした、どうした、どうした、やべやべと思って。俺だから中学ぐらいからヤンキーの顔色伺ってるから、レーダーやっぱとんでもない性能なんだけど、これは近づいたらいけんと思って、おーいって行こうとした時に、この覇気でやべえと思ったから、感情のギアガコンガコンだった。やっいかんと思って、行っちゃダメってなって、落ち着いてって言ったらしいな。何があったの。いや別に、まあ小競り合いよね。もう飲むとほら、瀬戸物と瀬戸物だから割れちゃうのよ。瀬戸物と瀬戸物だから割れちゃう。瀬戸物と瀬戸物、いや CM であるの、瀬戸物と瀬戸物ぶつかり合ったら割れちゃうよっていうのはちょっと分かりにくかったな。この番組のルールを矢野ペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こういう時には2016年、最初はグーじゃんけんほい。鹿児島の西原商会の本社に来た。西原商会、茅ヶ崎のサザンビーチでサザンシータですね。建物があるんですね。これは学生の副大で、副大出てきてるね。副大は、いや、もう尊敬する人です。尊敬する人。嘘つけよ。いや、副大の先輩だから。名古屋城の加藤清正像。ああ、名古屋やったらもうあれや、よくないね。もうだってあの店行けなくなっちゃうじゃん。潰れるって。広島の三原市高山城。うわー、かわいいね。かわいいね。山梨のオルゴールの森っていう、そこに世界一になったことがあるパティシエのチョコレートが。来ました。ここで雨だに行ってきましたからね、ついに。そうですね。 A で、なぜ A？ 赤い帽子がいつも素敵な。じゃあ行きます。はい、で、アミツジ広島。あ、高山城。スタートですね。広島でも久しぶりですね。そうね、そうですよ。というわけで今回のゴリパラ見聞録は、広島県の三原市にあるという高山城を激写する旅でございます。さあ行こうか。仙道じゃないか。そう、よくわかった。スラムダンクの仙道のセリフ、仙道が本気出した時のセリフです。やばい。俺出せないよ。原作やね。ナンバーワンやもん。まっちゃんと言ったらナンバーワン何？武蔵の剣だね。ああ、とか柔道物語ね。中堅道に寄っちゃう。中堅道に寄っちゃう。名作いっぱいあるから。名言あるやん、男前で。なんであんなかっこいいのに女にモテないんですか。柔道部だからだ。もう名言中の名言でしょそれ。なんですかね、イケてない、まあ汗臭いみたいな、ちょっとそこ見事に描いてるよね。見事に見事に描いてる。野球サッカーのあのモテはやされ方っちゃすごいもんね。まあモテるし。でもゴリさんの学校は男子校でしょ。元ね。
今は違うけど、俺たちが3年の時に女の子が入ってきたから、あ、じゃあもうパニックでしょ。パニック、はあ、学校に女の子がいるっつってすごいみんなが美人で見えたよね、本当に。その時人形まで文通みたいなのもしてたもんね。え、女子とですか、その3年、うん、いや、それはもう学校の人気者ということで、なんかこう来るわけですよ、ファンレターみたいな。え、ちょ、ファンレター誰が人気者、誰が何レター、ファンレターみたいな、本当に不幸の手紙じゃなくて。違う嘘はついてた。いや、来てたダメだって、嘘は本当だって本当ですか本当よ。あの前見せたけど、結構ほら精悍な顔してただろ。あ、ゴリさんの昔写真ちょっと手に入れた。本誌から送ってきたんですよ。あのね、まあ意外と精悍ですよね。雑味がない芋って感じでしょ、うんうん、そうね、芋は芋なんだ。雑味がない、そう芋は芋だ。今日でもどこでしたっけ、広島の三原、じゃあ三原市に今日行くだけですね。久々やね、でもこの車で東に向かっていくの。でも危なかったんじゃないですか、結構秩父行って長野行ってるから、金の方がちょっと本当で今危うく出てきそうな人がでしょ。なるほど、ね、プロデューサーがね出てくるパターン。俺の隣で電卓必死に叩いてます。街の仕出し屋じゃないですから。いやでもあの花大さん絡むとやけに豪勢になるのありますもんね。斉藤、はい、しょうがないだろう。花大さんもレジェンドじゃないか。そうだけどさ、ハムとかしか食わしてくれへん。ハム食えれば十分じゃないか、お前。何食いたいの。せめてベーコン食いたい。ハム海峡ですね。久しぶりだね。しかしあの年明けオンエアに話す話じゃないですけど、クリスマスイルミって何年か前から長くなりましたよね。ハロウィンもなかったよね。信じられないぐらいの賑わいだったよね。いや、マジそうっすよね。サイトなんかも早くも祭り終わったんだぞ。やってねえわ、ゴリさん。あなたに言われたくない。特殊メイクだろ。いや特殊メイクじゃないけど、こいつが仮装してたのは革ジャンですよ。革ジャンね。お前の嫁の店で買ったんだよ、あの革ジャンは。だって俺革ジャン羽織った時に店員さんがちょっと、来たっつって。革ジャン欲しいわ、普通に。ゴリさん。ごめんなさい、本当に。いや、ゴリさん、もう。なんでじゃあ、買った方がいいって。なんだろう、ゴリさんが革ジャン欲しいわっていうだけで爆笑しちゃうの。ちょっとツイッターでもあげたけどさ、娘とね、露天風呂で、うちの娘がさ、大量の葉っぱをですね、お湯に投げ込むわけですよ。なんでそんなことするんって怒ったら、葉っぱさんが寒そうだったからって言ったんですよね。どうするべきですか。いや、これはあの親怒らなダメですね。いや、迷惑だ。それはそうやけど。本当に、あれですかね、葉っぱが寒いと思って入れたのかな。怒られると思って、やばい、嘘つかなきゃと思って。そんなに臨機応変にはいかない。メルヘンなこと言っときゃ大丈夫だろうって。いや言い訳のために言ったってパターンゼロだよ。だとしたらもう騙されてるよね、俺。今もう全部どんぐり入ってもんね。可愛いね。あれじゃないですか、ゴリさんやっぱお腹減った時にどんぐり食べる人と思われてる。量がすごいね。主食だよ、もうこれ。捨てんな、お前。捨てんなよ。これどこやったとって言われるけんさ。あ、じゃあちゃんと持っとかなきゃいけないんだ。虫がよく出てきますから、ね、どんぐり、うん、してよ。すげえ現実的じゃねえかよ。1個ずつ見てますね、今。虫を検品してます。虫を見てます。検品してます。どんな番組。上手に回ってますよ。あ、回りましたね。これはリス食うだろうな。今リスの視点で言ったんですね。ペペ食ってみてよ。ペペは。ちょ、なんで俺なの。お前落ちてるもんっつったらペペだろ、お前。栗みたいな感じよ、ね、そう、ナッツみたいな感じよ。どんな感じ。渋い。渋い。マジでバリ渋い。香ばしくないんだ。えぐみがすごい。香ばしくない。ああ。やっぱダメだな。食っちゃダメですよ、皆さん。ダメだ。よかった。これダメだ。ちゃんどんどん2016年食べていこうね。矢野がどんどん体張って、食べれるもの、食べれないものの線を引いていこう。世に流通してないやつは食べれないやつだけどね。広島に入りました。ちょっと、瀬戸内が。今ちょ見えない状態で。でも海がやっと見えてきたからだいぶ違うよね。壁です。壁ドンです。顎なんとかもあるんでしょ。顎食いじゃないですか。顎食いでしょ。なんすか顎食いって。こうなんか我々がやったらもう警察呼ばれるやつです。ハラスメント。難しいよね、セクハラと。いやもう全部あれ顔ですからね。もう相手によりますから。でも矢野ちゃんギリ顎食いで。捕まんないレベルでしょ。自分の顎ひもがちゃってるから、てめえがすんなよってなる。
何笑ってんの。さあ高速ありますよ。見晴らし遠かったな。すごいくねくねだな。スネークロードと名付けましょう。タコが有名らしい。これちょっと刺身楽しみだね。ダイレクトゾーンでしょ。バンバンってドドン。港って英語で何でしたっけ。ポート三原ポートタウン。だからなんで英語にしたんですか。ちょっと港でも見に行きたいね。海っていうかその港みたいね。疲れた。何もしてねえのに。田舎でもないよね、うん、普通のなんか。しかし海と山があるという最高の。あ、なんかあるよ。ヤッサ踊り。何これ。ヤノッサ踊りのことなんじゃない。え、ヤノッサ踊り。ヤノッサ踊り。何言ってんの。君は踊ってもらいたいなと思って。君は矢野さん踊り。これからどういう風に動くのかちょっとやってみてください。あ、そう。こうね。こうね。あ、やっぱ想像通りだった。早いな。いやいや、で、ジャンガジャンガジャンガ。ジャンガ。広島だし。広島だし。ジャンガ。あ、タコ刺身完璧や。聞いてこいか。ちょっと負けるほど美味しいって感じ。そんなうまいの。そこまででしょ。で、それは限度あるでしょ。それはキャッチコピーだから。ちょっと芸人なんですっていうのをちょっと信用してもらうのに少し時間。